作りが違うんですよ。 SNS とか YouTube の動画として映えるのは後から出した音作りです。はい、どうもこんにちは、ベースライン研究所のタペです。今回はですね、 SNS や YouTube などの動画で映えるベースの音作りについてお話ししていきます。以前ね、こんな質問いただきました。バンドの音に合わせてベースを弾いてみて、それを動画にアップしてみたんだけども、他の人たちと比べて自分の音って、こういうスマホとかのスピーカーで聞いた時に音がね、全然聞こえてきません、ね、なんかイヤホンとかヘッドホンつけているとちゃんと聞こえてくるんだけども、なんかスマホのスピーカーとかと全然音が抜けてこないんですよっていうようなね、そんなような質問をいただきました。で、これの問題っていうのはもう何よりも音作りの問題なんですね。すごく重要なポイントとして覚えておいていただきたいのが、ライブハウスとかスタジオで入る音作りと動画で入る音作りっていうのは別物です。これしっかりとね、覚えておいてください。もちろんご自身が好きな音作りの傾向によっては両方いけちゃうよっていう人もいますけども、動画で聞くと音抜けが悪いっていう状況になってしまうのは、だいたい動画で入る音作りとはちょっと別の音作りをしているっていうことだから、ここね、ちゃんとね、違うものだと思って出していかなきゃいけないっていうような理解を持ってね、やってきてほしいんですね。はい、じゃあその音抜けの悪い音作りになってしまう原因っていうのが3つありますので、そちらのお話をしていきたいと思います。はい、まず1つ目がですね、トーラウドネスレベル曲線っていう話なんですけども、音っていうのは周波数っていうものがあって、で、周波数が 60Hz とか100とか数字のちっちゃいものが、これ低音域って言います。そして高い、20kHz とか、そちらも超高音域の方ですね。だいたい人間というのは 20Hz か 20kHz ぐらいまで音を聞き取れるよっていう風になってます。低い音か高い音まではここまで聞き取れるよっていう話なんですけども、トーラウドネスレベル曲線っていうのは、その周波数の中の 1kHz っていうのを基準とした時に、0とした時に 1kHz の音と聴感的に同じような大きさで聞こえてくるレベルっていうのがどれぐらいの差があるのかっていうような曲線になってます。 1kHz の近辺は下に行ってたりする場合もあるんですよ。で、下に行ってる場合っていうのはすごく聞き取りやすいってことなんですよ。だから 1kHz 以上に聞き取りやすい部分があるっていう話です。っていうのと、低音っていうのはめちゃくちゃ上の方にある。これどういうことかっていうと、この中音域とこっちの低音域だったら低音の方が全然音が聞き取りづらい、音量出してないとちゃんと聞こえてこないっていうのが、まず人間の耳の特性なんだよっていうことをまず一つ覚えておいてください。で、二つ目がですね、これね、再生機器の問題ですね。スタジオとかライブハウスとかっていうのを想像していただきたいんですが、ああいうところは普通にベースアンプ使いますよね。で、ベースアンプってギターのアンプよりもでかいですよね。コンサートホールとかライブハウスって言ったら、そのバンド全体のサウンドを出すでっかいスピーカーとか置いてありますよね。でっかいっていうのはポイントで、低音っていうのはその振動の長さとかの問題なんですけども、大きいスピーカーじゃないです。再生力がすごく弱い。低音を再生する力っていうのは、その面積が重要になってくるよっていう話です。動画を再生する機械というのを考えたときに、皆さんね、ほとんどの方がこうヘッドホンとかイヤホンとかを使って耳でね、こうつけて聞いてると思うんですよね。で、あれってすごくスピーカーちっちゃいんですけど、全体の音量ちっちゃいじゃないですか。すごい耳の近くでちっちゃい音で再生してるわけだから、低音の再生力がちっちゃかったとしても、全体他の周波数は全部ちっちゃいから、低音がこんだけしかできてなくても他の音もこのぐらいしか出てないから、結果的に低音ちゃんと聞こえるんだよねっていう、そういう話になってて、状況としてはやっぱりそのスマホとかのスピーカーでそのまま聞くっていう視聴者の方もいると思うんですよ。で、その人たちが聞いた時に、あれ全然聞こえないなと思って再生をやめてしまうっていうのは非常にもったいないですよね。だから低音っていうのはこういうちっちゃいスピーカーだと全然再生されない。だからイヤホンとかと違って、低音は全然再生されてないのに、高音とか中音域はちゃんと出てるから、この差でね、全然低音聞こえないんですよね。で、低音が全然ちっちゃい、再生されないから、さっきの一番目の理由として、低音は結構大きくないとちゃんと耳に入ってこない、聞こえてこないから、もう ますます聞こえてこない。で、これが2つ目の理由ですね。はい、もうここでだいぶもう低音がほぼ聞こえない状況なんだなっていうのが分かりますよね。で、3つ目がですね、再生環境ですね。家でね、すんごい静かなところで聞いてる分にはいいと思うんですけど、通勤通学とかで電車の音とか、あと車とかに乗ってる時って騒音すごいんですよね。実はもう乗っちゃってるとあんまりもう気にならなくなってくるレベルだったりするんですけど、ガタンゴトーンっていう音はね、でかいですけど、そのガタンゴトーン以外にもずっと低い重低音、うーんっていうような重低音がずっと鳴ってるんですよ。
だからね、その通勤とか通学とかで音を聞いているヘッドホンとかだとしても、ちゃんとその超高性能なものじゃなければ、やっぱりそのうーんっていうような低音が入ってきちゃって、で低音がねマスキングされちゃう。騒音って結構低いから、うーんって低いから低音の部分がねこうねかき消されちゃうんですよね。だからよく聞こえてこない。やっぱり上の方の高い音域の方の音だけが聞こえてきちゃって、自分が聞きたいベースの音とかが全然聞こえてこないっていうような状況になってます。はい、だからね、そういう3つの理由で視聴者側の環境がやっぱり整ってないとちゃんと低音再生されないので、うまくね聞こえてこない。だからその低音中心の音作りにしてたりすると、ライブとかスタジオではすごくねこう響いてきてかっこいい音を作ってたとしても、全然ねうまくいかないんですね。ここからねちょっとね皆さん、静かな環境でイヤホンとか、もしくはこういうねちゃんとしたスピーカーがある場合はそこでもいいんですけども、そういう場所で聞く場合と、ここからスマホからイヤホンを抜いてこのスマホのスピーカーで実際に再生してみるのと、両方ね聞き比べてみてほしいんですけども、あの普段からやってるようなスタジオとかライブハウスとかで作ったような音のイメージで作ったフレーズ、まあ、ちょっと聞いてみてください。でこのフレーズっていうのはイヤホンとかで聞いてれば、うん、まあベースってこういう音だよねみたいな、まあ、そんなような音作りだと思うんですよ。むしろあこういうベースの音好きっていうように感じる方もいるかと思うんですが、これイヤホンとかじゃなくてスピーカーから直接聞くと本当に聞き取りづらい。ドラムの音ばっかり聞こえてきちゃって、あの本当に聞き取りづらい音になってるかなと思います。結構音量上げないとうまく聞こえてこないと思います。でじゃあ一方ね、同じフレーズを別の音作りで撮ってみたのがこちらですね。これはさっきのと比較して結構聞き取りやすかったんじゃないでしょうか。まあ、好きな音かどうかはちょっと一旦置いといてくださいね。うん、すごく聞き取りやすかったと思うんですよ。イヤホンで聞いたとしても、スマホのスピーカーでそのまま聞いたとしても、最初のやつに比べて次のやつの方が聞き取りやすかったですよね。そう、この違いですね。同じフレーズですし、あと同じ音使いしてますけども、音作りが違うんですよ。音作りが違うことによってこれだけの聞こえやすさっていうのが変わってくるんですよ。あの SNS とか YouTube の動画として入るのは後から出した音作りです。まあ、結構あれは露骨にやってますけど、ああいう音作りじゃないとやっぱり視聴者的にはあんまりこうなかなか環境が整ってないとちゃんと聞こえてこないから、パッとねピッとね聞けないんですよね。まあ、今日のテーマ戻りますけど、 SNS とか YouTube とかの動画映えするようなベースの音作りっていうのは、ライブハウスとかスタジオで入る音じゃなくて、ちゃんと動画映えする音を作っていかなきゃいけないよっていうお話でした。で今回3つね原因をお話ししていきましたので、次ね解決編として実践していきましょう。で次回の実践動画ではですね、こちらの、まあ、代表的なねプリアンプ、サンズアンプベースドライバー V2 というねモデルのプリアンプを使って音作りのね実践編をお伝えしていきたいと思います。もちろんこのサンズアンプじゃなくてもですね、プリアンプっていうものは何かっていうと、まあ、アンプのように音作りができるものなので、大体ねこのイコライザーっていうものがついてますよね。ベースとかミッドとかトレブルとかイコライザーだったりとか、あと歪み、ね、ドライブとかディストーションとかね、歪みの部分がついてるものであれば全然同じようにね音作りしていけると思いますので、他のプリアンプを持っている方でも全然活かせる内容になってます。まあね、こちら一番代表的かなと思いますし、あとサンズアンプが単純に好きっていうのがあるので、まあこちらを使ってお話をしていきますね。まあね、歪みっていうとね、なんかこうそういう歪んだ音あんま好きじゃないんだよねっていう思う方もいるかもしれませんが、結構ね使い方にはポイントがあって、もしかすると動画だったらやっぱちゃんと使った方がいいよねっていう結論になるかもしれないので、そこもねやっぱね食わず嫌いせずに、あのこういう風にやったらこう変わってくるっていう、その音の変化っていうのをサンプル音源をいっぱい作りましたので、そちらを聞いてもらって、こういう設定をしたらこういう音の聞こえ方するんだな、だったら自分がやるときにこういう風な音作りしてみようかなっていうような参考にしてもらいたいなっていう動画をねたくさん作りましたので、そちらをね紹介していきます。なのでね、動画映えする音作りとは言ってるんですけども、
プリアンプを使った音作りの実践編という形でお送りしていきますので、次回の、ね、動画も楽しみにしていてください。はい、この動画ね気に入っていただけましたならば、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご質問とかね、感想とかあればぜひぜひコメント欄にコメントお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では。